アントワーヌ・グリーズマンは間違いなく、ライカの遺跡市場で要チェックの選手である。FC バルセロナ内では彼の加入がチームのクオリティを上げることに疑問を持つ者はいない。そして最も重要なのは契約条項のおかげで彼の契約解除金は1億ユーロ約133億円に定められるということだ。必要なのは選手との交渉のみである。 そしてバルサは昨夏からそれを行っており、彼の獲得レースにおいて有利なポジションに位置している。グリーズマンのオペレーションはフェリペ・コーチーニョがバルサと契約を結ばない場合のみ、実施されることになるだろう。また、コーチーニョの獲得も遺跡金が約1億ユーロに収まることが実現可能の条件となる。 グリーズマンに関して、バルサはすでに最初のアクションを起こしており、こう。感触を得ているが、フランスで報道されているような仮合意は存在しない。グリーズマンの返事はポジティブなものだったが、彼はシーズン半ばに気がはぐれるような状況を作ることを望む。 でおらず、W 杯前まで自身の将来をはっきりさせることはないため、バルサとの会談の時期を3月に指定した。彼の周囲の人物と話をしたバルサはグリーズマンの獲得レースが困難必至であることを認識している。マンチェスターシティとマンチェスターユナイテッドもコンタクト。を取っており、バイエルンミュンヘンが動くことも予想されている。 これらのクラブとの争いになることは必死だが、グリーズマンはブラウグラナ FC バルセロナのスポ。プロジェクトやメッシュと一緒にプレーできる可能性を高く評価しているのは確かである。バルサはグリーズマンがメッシ、ルイス・スアレス、デンベレと同じチームで問題なくプレーできると確信している。彼は持ち前の万能性、素早さ、 得点感覚を理由に高い評価を得ている。現在、彼の契約解除金は2億ユーロ約266億円だが、夏に1億ユーロに引き下がり、アトレティコは交渉を行わない。従って、彼の獲得を望むいずれかのクラブがその金額を支払うこととなるだろう。バルサはそのオプションを有している。分、うん、スポーツ。